では、各リーダーの意気込み一言でした。ありがとうございました。では各々また各地点に戻ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。戻ってきた。ただいま。お帰りなさい。最初誰行くの？ヤドカリさんの方やね。うん、らしいね。とりあえず1戦目誰行くかだけ考えるか。ヤドカリさんとこは誰行くの？とりあえずグラスでしょ。グラス、まあイヤーさんかな。ならグラスを一番嫌がってないのがイヤーさんやから、じゃあないと言っていいですか？いいっすよ。まあとりあえず1試合目、まあでもそうやな。あ、待って、確かにハードの方がワンワン的にはいいっちゃいいかもしれないね。パワーキャラ的にはりょう行ってって言ったらそのまま突っ込んでくれるイヤーさん頼もしい。あーでもイヤーさん割と手くぶろしてるけどね。イヤーさんの手くぶろ制度が今日は怪しいらしい、どうやら。あでもなんかモニターが違う。確かにそれはそれはまずいな。まあいいやで済むのか。なんかすげえかっこいいやん。ね、なんかやってるわ。あ、いつもの通り戻った。で、そのまま速攻で勝ったっていうのが、いや、結構驚き。どうしよう、まだピザ食ってねえんだよ。おそらく全チームに携帯されてるだろうなって。食わないと。まあみんなが試合してる間に食ったらいいんじゃない？一試合目から食えないな。いや、一試合ぐらい勝ちたいな。今までだと確かに畑さんが先輩だったんで、一試合勝ってるからもう安心感あるのかな。裏を読む作戦ですか？ゼロ勝はさすがに恥ずかしい。なるほどね。まあまあ、行けるって。はい、話し合いだそうです。話し合いか、行きます。うん、まあ、イヤーさんで。はい、そう、はい、最初は別に話し合いらんのよね。うん、あ、補足なんですけど、あの前回の時はこの2試合目以降、もしかしたら戦略変えた方がいいかもしれんっていうだけで。まあでも、イヤーさん多分グラスに連続でしょ。あ、そうだよ。だから読まれる可能性出るじゃん。まあ、ただ、僕がただ読まれてもって感じないな。別にな、どれ当てられてもきついしな、終わりよ。いや、でも、世界さん相手だったら、なんか、ああ、まあ、世界さんは、そう、世界さんのところは、3人、属性が違うから、考えようあるんやけど、ヤドカリサンライズ。初手、グラスはいかないかな。うん、なるほどね。ちょっとね、きつい。ちょっとわかんないです。ちょっと初手僕とかでもいいかもな。アツさんの方やったら。これチャットに書くんだよね、また。テクブロするときだけヘッドホン外そう。なんでやる？いや、マジでさ、音聞こえないとできないんだよね、テクブロ。テクブロ外してるときに、じゃあテクブロじゃない、あの、ヘッドホン外してるときにスペシャル歌えたらどうすんだよ。え？いや、だからほら、ムービー中、ムービー中。いや、ムービー中に、急いで外せなかった場合ってことです。どんなことだってん？首に外せるやろ。外せるやろ。切ればいいだけやん。奥米ソムリエさんから入ってきてください。ってことは、奥米ソムリエさんが先に来たということやな、ね。はい、やり。なるほどね。はい、やり。もうやだ。いや、全然いける、いける、いける。いける、いける。いける、いける。パタパタってやったんだから、割と感覚が分かってるはず。感覚は分かってても勝てないキャラなんですよ、これ。いけます。間違いなくキノピコで来るやろうからね。ヨネさんは。オッケー。レフティーでワリオでオーバーオール。オッケー、行くぞ。でも、イヤーさんじゃない、ヨネさん意外とヤッピー使ってたイメージもある。まあ、ワリオにヤッピー当てに来んやろ。当てに来んや。さすがにね。ヤッピーで一番強いと思ってんの、結局潜在さんのままだから。おぉ。さすが師匠と仰ぐだけありますね。まあまあまあ。その3のやつはまだ勝てる方だから。そういはい、予想通り、予想通りピコですね。さすがだな。あ、サーブもらえた、ラッキー。もうイヤーさんがサーブらしい。は、今ラグ、もういいや。ラグイ？オッケー。
お、いい声が、いい声が聞こえてくる。いい声だ、いい。オーケー、ナイス、つぶつかせ。あー、この時間腹立つ。あれか、あの、そう、解説中やから今。いいぞ、あれ、いいぞ、あれ、ヨネスさんに勝てるか、これは。ナイス、ナイス、ナイス。ナイスサーブが出ねえわ。モニター変えたからな。モニター変えたからか。まあまあまあ、このタイミングでモニター変えるっていうね。いや、なんかね、ちょっとね、違うんですよ。違うんだって。ダメでしょ、それ。ダメだよ。冷静でいい感じに見えるけどね。頑張れ、頑張れ。いい感じに見えるけどね。うん。いや、バックハンドきちい。マリオ、基本、球返すとき、左側に返さないといけないんだよな。頑張れ。うん。揉んでやるか。いや。いや、ゲージが振りきつい。どっかで、チャージ貯めたいな。ああ、ダメだ。どうしようかな、これ。サーブが出ねえの、この組って感じ。あ、出た。ラッキー。ラッキーじゃダメなんだよな。SP 打って。ゲージ差がね、こんだけゲージ差あったら、打つのためらうよな。打って。いやー、ゲージ差がきつい。いや、今日終わってるな、すべてが。よっしゃ。それはまあ、判断ミスですね。よーし、危ない。いやー。また飛んだ。終わったな。どうしよう、巻き返せる要素がゼロになる。え、大丈夫、大丈夫。逆に、ライスサーブ打てない状況だと嬉しいから。ヘッドホン取ろう。もう知らん。イヤーさんの声が消えた。ミュートになった、イヤーさんが。これで試合の展開が分からなくなりました。配信でしか。あ、でもイヤーさんはこっちの声聞いてんだよな。そう、多分。あ、でもヘッドホン取ってるから聞こえてないんか。そのヘッドホンから音ぶれしてるやつを聞いてる感じだ。そんなでかい音出してるかな。でもヘッドホン取ってからなんかいい感じじゃない？確かに。ナイス、後ろテク。さすがやね。イヤーさん。モニターから出てくる音のタイミングがちょっとちゃうんかな。遅延してるとか。いやー、流れ変わったよ、でも。いや、いいね。ヘッドホン外したら。いけるいける。いいっすね。あるよ、これ。言うて前、グラスのレゾピーチに勝ってるからな。うん。全然可能性はあると思うけど。ラリーが続くと、マリオがちょっときつくなるかもしれないかな。グラスだし。あー、ワリオ。今のバックはワリオやな。いやー、ワリオが取れないな、意外と。あー、うまい真ん中。ナイスチェックブロ。まあまあまあ、ゲージ回収したから。皆さん頑張れ。ナイスローブ。抜けた。いいね、いいね、いいぞ、ね、いいぞ。ちゃんと見とる、冷静。あ、来た。いやー、スペシャル。いやー、スペシャル。割れろ。いけ。後ろ？テクブロしてくんのか、そんな。
いやまあ有利を維持するためなら全然テクブルはあり。でも全然まだあるよ。ナイスナイスナイス。いやー、まあ、抜けた。まあ、生き延びてる。ゲージがない。ナイスショテク。ガンヨンヨコテクいいね。いやゴミ。あーマジそれ。今のゴミ。マジかそれ。いやね、あれはなしゃーない。いやねこれは本気でね、あれマイクオフにしててよかったって思ったわ。それはそうね、完全に違う、あのね放送禁止用語もう何言うたんや。いやもうねネット来た時にね、まあしゃーない、あれはすごいことになってたよそれはあれはねしゃーないねいやもうあのいい状況で初のネットはもううーん、まあ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 、さあで次どうする。ボルボルかな次。ああここで多分どっち来るかな。ホエちゃんが出てくると思うんだよな。ヤドホエギオルトキが来たか次ホエちゃん来るかな。来そうな予感は全然ある。ハードホエちゃん割と見なくはないかなうーん来そう。でもここで読み勝ったら意外となんかパタパタへのこの子あいつすんの意外といけそうな予感はするから。じゃあそのスケちゃんの予感を信じて僕2番目でいきますか。頑張ってください。今のうちにピザ焼いてこよう。なんでや。いやまあまあボイチャリはいるから分からんよ。これピザ食った効果で次の試合誰来てもボコす可能性あるよ。なるほどね。よっしゃ。いやーさんがもうラブゲーを決めて、それはやばいな。ここにしてもう KO ラブゲとかいうなんかよくわからないやつしてくれるでしょあ、じゃあ大会モードか。あ、そうだね。あやっぱ緊張するわ。そうだよね。いやーヤドカリさん来た。ヤドカリさんか。まあうん、いや、ね、その可能性もあるとは思ったんよ。でも別に、じゃあクッパ出すね私。了解した。ポルポルクッパがいかに刺さるかどうか。ワンワン、あーでもどうかな。ハードならワンワンでもいいんかな。ここ決めてることやった方がいい、ね、じゃあまあクッパでいくか。ヤノさんか。そう、ちょ1戦目を向こうが勝ってるから、うん、合計点で勝ちに来て大将出てくるっていうパターン、大将というかチームリーダー出てくるっていうパターンもあるかなとは思ったけど、まあいいでしょう。ここ勝ったらでもでかいよね。そう、大将で頑張って勝つかな。これノコノコ以外とか来んよな。いやさすがに来ないんじゃないか。クッパを読まれる可能性も。あー、プロリーン。えいやー読まれたなこれ、まずいね。読まれたような気がするな、クッパ出すの。いやまあクッパでもいけるきっと、うん、ポリンやったら絶対ワンワンの方がいい。そう思うけど、すごい弱さ。いやでもナイスナイスナイス、悪くないな、うん、いけるいける、いいぞ。いいねバックチャージ、いいぞ。おお、いいね。うん、ゴーゴーゴー。ヤドカリさんがワンワン読みのポリンだったのか、何なのかが気になるな。そう、なんでクノコノコじゃないのかが気になるな。何この。じゃあヤドカリさん実はワンワンきついと思ってるかもしれない。ノコノコまで。大丈夫。ナイス。ナイス。いいぞ。いや。バタトリだ。強い。
あー、怖い。あったけーさんもじゃなくて、あつさんになってない。うん、そうなんや。ナイスキン。残ってくらいし。うわぁ。なかなか決まらんな。決め手が決め手に乏しいな、このカード角度ないから。ナイスナイス、カードだしスペシャル。ゴーゴー。割れないか。でかい。よし、つけない、えらい。ああすげえ。ファンの声だ、今の。なんかあったな。なるほど。なるほど。今のだ。いいね。いいね。いやー。終わらねえよ、この試合。点取られたかと思ったやんか。取られてはないけど。終わらんな、ほんとに。いやー。言ったら。ああ。まあ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 。オッケーオッケー。いい時間から相手。ナイス。ナイスログ。はい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 。いいねいいねいいね。ポルポルがナイスサーブ打ててるのだいぶでかい。さっきナイスサーブ打てなかったザコがいいわ。こんなこと言わないでやった。いいね。おお強強。クーポリンが取っていく。さあ来た。スペシャル。ゴー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 。はい。え？よっしゃ来た。一ゲーム取った。ナイス。ちょっとこうみんなのネタバレにならないように理解リアクションを控えてしまうな、なんか。いやもう ネタバレしていい。ミスターミスターミスター。ちょっと行き過ぎだろあいつ。ピキピキしてる。よし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 、なんか加速が抜けてくれたぞ。いいねいいねいいね。なんか加速が抜けてくれたか。来た。バックスキャンしちゃった。いいぞ。ボレーが弱い。ボレーは弱いね。クッパ。組手がなかなかできないこれ。もうちょい。いや、前テクを打たされてんねんな。さあ、来た。スペシャルナイス。よし割った。これでかいぞ。割ったか。ナイス。いや、いいね、いいね。調子で。スケちゃんと1秒ぐらいさ。よし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 、完全に流れ来てる流れ来てる。いや、ポルポルがよーしって言ったから一回割ったなと思って。来た来た来た、ナイスナイスナイス。うんうん、ないじゃない。おー、なるほど。ナイス。よし、1点でかい。行ったり行ったり、このままいけるいける。さあ来た。めっちゃ早い。ナイスナイス。これどうしよっかな。 HP か。さあよっしゃよっしゃ。お、来た。はい、勝ちました。最強。ナイス。よし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 。でかい。いやーよかった。絶対読まれてポリーン出されたけど。よう勝ったわ。勝てた。あー負けると思った正直、キャラ見たときに。いやー今の試合な、すごかったわ。よしよしよし。これは勝てないとな。勝てないとじゃなくて勝たないとな。うん。ね。最後頑張ってくれ。一頑張れ。いけるいける。スケちゃん。ピザ食ってたんだけどさ。うん。こぼした。具が思いっきりずり落ちてさ。それ。それはほぼやけどした。ほぼやけどして。いや違うんだよ。声ね、叫ばないようにすげえこらえてた。いや別に叫んでくれてもいいけど。ちょっと。いやね、さすがにポルポルのあれを邪魔するわけにもいかないで。頑張るか。まあ、イヤーさんはね、イヤーさんと僕はもうあとは世界3チームだけやから。
スピーチはね、勝っちゃうから。いけるいける。そうだよ、勝っちゃうからね。勝っちゃうから、そうそうそう。いやー、ほいちゃん何来るかな。ピコかゲソだよね。ピコかゲソ。ピコな気がする、なんか。今回。あ、でも。どうかな。こっちがパタパタって読まれてんだったら、高い、一回来るかもしれないな。いやー、どう出るか。まあまあまあ、ゴーゴーゴー。まあもう、キャラ選択はスケちゃんに任せるわ。うん。でも、もうチコ使ったら飛びつきそうな未来しか見えないから。じゃあパタパタ？パタパタしかないな、今ってことは。使ったもんね、もう。いや、あんな速攻で選ぶということは、これピコですね、多分。え、ピコ？ピコじゃないのか、これ。え、イカじゃないの？選ぶのが早いということだから？そう。そういうことね。いや、なんか、ピコとパタなんか因縁あるからね、やっぱ。さあ、どうなる？ピコじゃん。でしょ？ピコ。許せねえな、ピコ。さあ、頑張るか。頑張れ。まあまあまあ、1点ぐらいだね。最初これはね。まあまあまあ、最初はね。もう運ゲーみたいなとこあるからな。うん。ああ、きつい。最初のナイトコートだったな。立ち上がり次第。どっちサーブ今？ホエちゃんサーブか。ホエちゃんだね。なるほどね。ホエ全員骨クッパ作戦。頭悪いからやめ。うん。結局あんま強くなさそうやしね。いやーマジか。なんかあったかな？真ん中か。ああそういうこと。ああなるほど。うん。このやつな、サーブゲームでいくらでもひっくり返るからな。そうそうそう、サービス取ったら変わるかもよ。よっしゃ、でかい。よし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 。あー、なるほど。マイキョの振ってくぜ。みんな早いな。僕今ようやくスケちゃんの1点目ないけど。いや、まあスケちゃんは試合してるが。まあスケちゃんはそうやけど、あれは多分スマホかどうかの違いなんじゃない。あ、スマホの方が早いんか。多分早い。まあ、自分でもパソコンで見てたらなんかスケッチに遅れてんなと思って。マジ？いや、これはさすがにスルーするわ。厳しそうだな。あー、なんだそのピキン。まあピキン。まあまあまあ、いけるいける。まあ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 、そう、サービスゲームやからね。次頑張れ。よし、ナイスサーブ。ナイスサーブ出てるね。待ってる、なんでだ。お化けすぎる。いい位置。いい精密。おお。ああ、きついな、すがに。よく見てる。いい球。うまい。いやー、全部あれで取ってくれ。横テクが入るな。いい位置狙ってるけどな。よしよし、およし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 が聞こえる。ラリーできてることのね。よしよし、なるほどね。まあでもプレイヤーからよしよしが漏れてくるのはいいことよ。いやー、よくこの2キャラでこんだけラリーです。ほんとに。いやー、まあまあ。うん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 。ほえちゃんの立ち位置が、いやー、だいぶ後ろ目に行かれてるから。うん、絶妙に後ろやな。ほらー、聞こえた。いや、ピコやば、そのストレート。うわー、なるほどね。ピコやな。ドロップ、よし、刺さった。ピコやな。お、ドロップ。ドロップね。オッケーオッケーオッケー。こっからリジも若干減ってきたし、見てみて。うん、ゲージのためやすさで言ったらこっちのはずやからな、キャラ的には。あーね。いや、マジ。うわ、マジか。うーん。いや、これは絶望。
終わったマジか。みんな。ああ、マジで今の。ああ。結構きつかったか。そう。いやー、最後全勝するしかないな。うん。厚さんとこ。まあ、4で。きつ。4点。今のところのやつだと多分、これで全員2試合したって感じだから。やーべえぞ最低でも 6? だからいやー負けたか。厚石さん8取ればヤドカリさんとか抜ける。なるほど。全勝 8? あれ 8? 7か 7か。いや全勝や。もう全勝しかない。うわやだ。いやー勝つぞこれ。一試合次抜いてもまだヤドカリさんはあるんだもんあれ、あ、そっか。そう、あー絶望や。マジかヤドカリさんが次全敗してくれるっていうね。それしかないな。うん、全敗したら全敗したでレズさんたちがまあ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 、第1位になるっていう。じゃもうとにかく全勝していくしかない。全勝するか。いや2位あたりをさすがに狙いたいよ。うん、2位どんなら辺にいいんだ今。話し合いお願いいたします。1試合目何来るかな。俺は1試合目はやめとくわ、うん。じゃあ僕行きましょうか。了解しました。結局あったけいさん来るんちゃうかなみたいな、うん、大将絶対勝たないと世界戦に勝てないやこれ。なるほど。いや全勝か。勝つか。レゾさん張ってんでしょ。いやね、まあ淳さんのとこにだけ勝つ戦法よりも全体として、まあね、結局全部勝とう。もう全部3戦3勝淳さんチームには了解できるような采配を考えるのが一番いいんじゃないかな。やったけいさん次だな。どうすっかな。僕はあったけいさんに当たりたいんやけどな。あったけいさん来たら俺絶望する。だいぶやったからね練習、まあ、練習もそうやけど、よし、あったけいさんに有利取れるキャラって考えたらやっぱワンワンとかになるんかなっていう。クッパよりは今んとこワンワンの方がいいなって、うん、クッパで勝てたのは全然あのあったけいさんのポリンとあれがちゃうからよ。あとハードね。まあハードコードっていうのもあるか、うん、運営が一回も来てないしインタビュー一回も答えてないから答えたいな。やばいね。全勝してましたって感じでニッコニコしながら行こういやここで食い込んだらもう割とてか全部一勝はしてるわけだから全然あるんだよ。勝たんとな本当に。次は全部勝ちてえなマジで。勝ちたいね。最初なあったけいさん来てくれるといいんだけどな。ただね今のところ今まで一度も読みが当たってないから読みはそうだよね。なんかことごとく読みを外してる感じ、ね、外しそうな気すんな。やったけいさんここでこんかったらナイトできそうなんよな。イヤーさんはポリンいけんのか。ポリンは無理無理無理え無理無理だよ。無理か。ハードならワンチャン。そうハードならワンチャン。ああじゃあもう2試合目イヤーさん。そうだね、もう2試合目イヤーさんしかなくなった。いやね、これはラウンド高いコートがもう終わってんだよな。終わりよ対ポリン。でもイヤーさん意外とハードいけると思うんだよ。分からん。1先方先方あったけいさんが当たれば2試合目別にまあね、どっちもいいんだけど、どっちのパターンもあるけど、うん、そう、うん、来なかったら多分俺すごいカッチカチになると。テニスやるならそのテニスやることになったらカッチカチ。そうレゾさんとやるときいつもそんなんなんだけどさ。そんなレゾさんカッチカチな。あーあったけいさんだ。来た終わった。よし読み当たったぞ。よしよしよし勝てばいける。こっからここで練習の成果をもう一回見せてくれ。読み当たりましたけど読み当たっただけで祝勝会ムードだって初めて当たったもん。そう今までめっちゃ外してたから。次でソロさん来てくれるからどうかなんだよ。どうしよう次行くかどう最後行くかな。ソロさん淳さんはどっちもありえるな。多分ね、あれなんだよ世界さんがね最後に来る気がするんだよ。まあねそう淳さんの何にでも対応できるからさあ、うん、
実に取るならそれだなっていう。よし、行くぞ。これであったけいさんがプリン以外出してきたら。そんなことはないやろ。あったけいさんがプリン以外使うことなんてありえるのか、それ。ないでしょ。ワンワンやろう。てかもう、クッパプリンで勝ってるんだから、もうプリン一択でしょ。で、これみんな多分ポルポルクッパ出す。って思うかな。思うと思うんだよね、やっぱ。まあ、思わせたからのワンワン。え、でもね、昨日だからあったけいさんと当たってることは、あったけいさんはクッパには勝てると思ってるから、クッパコント思ってるやろ、多分。優秀の成果を頑張れー。サーブはあっちかな。まあ、ナイスラリー、ナイスラリー。うまい気にする。いいね。なんかシーンって聞こえた。ごめんて。絶対今のピザが焼けた。2枚目なんです。いや、もう1枚いけるかなと思って焼いてあげたんですけどね。2枚も買ってんの。え、そう、安くいいかなって。ナイスナイスナイス。いいロブ。マジか。スペシャル。割れないか。使わないのいい。ナイスロブ。いいドロップ来た。ナイスナイスナイス。いいね、飛びつかせ。よっしゃ、終わった終わった終わった。これでかいぞ。ナイス。いきなり割ったな、でかい。オッケー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 。ナイスナイス。前にもやっちゃう。でかい。なるほどね。スルーしてくるわけね。そうですね。ピザ取ってる間にもしかして1枚割れた？うん、1枚割れました。マジか。多分イヤーさんのおかげで。関係ないでしょ。ピザ焼いてラケット割ってみたいな。チンパリーンみたいな。ナイスナイスナイス。いい調子いい調子。5人が相手にもう1枚割って相当いいんだ。いや、まあ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 、使わせたからよし。オッケー、フリーになら攻撃なら攻めたい。なんか変な音が聞こえる。違うんですね、違うんです。劇場音がバリバリ聞こえてきてる。何だって今の。ナイススペシャル。オッケーオッケー、強い。ナイスナイスナイス。コーラが入ったね。実況ピザが入ってる。そこに当たってしまって。あかん。あー、まあ。なんとかなあれ。なんとかなあれ。なんか待ってるぞ今。画面は。オッケー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 。これ。なんとかなんとかなあれ。オッケーオッケーオッケー。これね、いいです。これでいいです。とりあえず。はい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 。流れいいな。いいね。あ、天才。巻いてく。おお。いいロブ。分かってますね。5人が前冷たいところにちゃんとロブ打ってくるのがいい。ああ、マジで。いやいや、でもこれいい飛びつき。全然ね。相手に感じてなかった。相手が前に詰めてくるような人だから。むしろ滑りやすくてさ。ナイスナイス。加速で見てくるな。だね。お。ああ。見てくるね。僕がちゃんと。
だいぶ硬くなってきた、初めよりちょっと泥棒警戒から始めてきてるから。いいね、今回入ってきよう。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、来た、いけいけ状態や。オッケーオッケーオッケー、よし、いいね。次サービスゲームよ。あ、そうか、そう来たな、これは流れ来てるっしょ。でかい。SP は容赦なく潰されるかもしれない。ちょっと待って。おーロブボダン。ナイス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 。うわ、よくってここかい。ナイスして。いいぞ。もらってもどうでもいいぞ。ナイスよ。天才すぎる。オッケーオッケー。いいの？仕事するしかなくなる。はい、強い。あ、強い。ナイスナイスナイスサーブ。よし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 。いいぞ。横ってくる。ああ、最強。来た来た来た、流れ来た。割れ割らんか。されたか。まあ相手もゲージないからナイスマックシャリ。いいぞ、いいね。あ、まあまあまあ、いや、危ない。打ちます打ちます、どんどん打ちます。圧かけてばいけ。お、まあ打つな。これはイヤー参加してきてますね、やっぱ。いやーさんか。さあ、バレろ、バレない。調子に乗りました。なんかしたな、さては。もうちょっと丁寧にスペシャル打ちます。でもまあ、サービスだよ。ナイスサーブだけ出せれば。もうちょっと丁寧めに行くことを意識すれば、てかさっきまでに戻ればいいだけやから。そう。攻めきれたもんね。ナイスナイス、飛びつかせ。ああ、マックスがボンボンとある。ああ、まあ、打つ。ナイススペシャル。激怒される。いいね。いい、取ってるポリーの球を。マックススライスからロブが飛んでくるからそれでだいぶ攻めれる。ナイスナイスナイス、いいスペシャル。俺は角がつくぞ。おお、取れ、めっちゃ危ない、めっちゃ危なかった今。あーんあーん、ついたな、あとは2連続飛びつく1。あっ2よりやばい。まあまあまあ、ゲージが溜まってるからいいでしょう。あーあああやばいやばいやばい、大変な声出てますね。ああまあまあ、いけるいける、全然いける。こうじゃないか、いいぞ、よーし勝った、ナイス、おのすくしてください今日。オッケー、やばい、いいでかい、よし行くかな、よし当たったね。次、イヤーさん行きますか。イヤーさん、どっちでもいいですね。まあでもソロさんかアツシさんか、うん、どうかな。アツシさん来る可能性もあるぞ。世界さん来たら絶対ボスパー出されるのは分かってるから、それ含めても多分ハードがいい。オッケー、あーナイトで勝ちますわ、じゃあ。うん、なるほどね。うん、いやーポロポロポロのワンワンが刺さってよかったもん。刺さった刺さった刺さった。
よかった、結局ワンワンやなっていうのを今日フレマやってなかったら惨敗してたから多分。そう、いやでもロブがうまく刺さったね、うん、てかワンワンやったらポリーンのボレーがあんま怖くないっていうことが発見やったわ。いやもうポルポルのロブのタイミングがちょっと神がかったあそこロブ打ちたいってところでもう完璧にブスターハックだから。どうもありがとうございます。ロブのお手本ですいやすごい褒め言葉をいただいたゼロ勝なんですけどね僕は。いやいやいや、いやロブには自信があったんよ結構。でも誰にも言ってくれへんからそんな上手くないかなって思ってたよ今まで。いやポルポルがあのなんかロブ刺さってないって言うから、ああ下手なんかなと思ってたけどめっちゃ上手いから。いやクッパでやった時はマジでロブ打つしかなくて、ロブの回数がものすごい増えて読まれてスマッシュしばかれとったんよ昨日の晩は。読めてないだろうな相手も。僕が先に出るのはもしかしたら読んでない、読んでないっていうかどうやろうな、うん、読む、うん、僕がやっぱ、まあ、ポルハード来ると読んでたんじゃないかなさすがに。そうね、僕が行くとは思わんかったかもなだから変えずに来たっていうとこかもしれないね。よしよしよし、お次ソロさんや。おいいね、世界さんと決勝か、流れはいい。膝も平らげて読みはもう今んとこ読みが当たった。今回初めて読みが当たって言ったってな、あの前回と一緒の順番で出てくるっていう読みだけやからな結局。あよし、膝と甲羅食っても負けるはずがない、いけるいいねパワーの源完全網羅してる。よし勝つぞ、頑張ってくれ。できよ、絶対勝つから。いけいけ、頑張れ。始まった、始まった。もう僕は全部終わったから気が楽お今日ポリンと2戦するとは思ってなかったな。まあまあまあ、まあ、どうせハードだ。えボルフォルト、ボスパ来たかもしかして。あ、違う、そういうことじゃないか。ボスパ来たら絶望するよソロさんボスは相当相当や、ね、うん、使ってる時あったしな。オッケー、いいね、いい声が聞こえてきますね。まあまあまあ、それだけ。ナイスナイス、読めてます。あー聞くと違って戦いやすいいやそう、対ストローカーならねいけるよね。対ストローカーだしハードっていうのもあるし、もう最高だよ、うん、皆さん。エイジーやな、どんどん打ちますねって感じ。さあ、うん、どんどん回っていこう。いいねいいね、ナイス、うん、いいね、スペシャルテンポ。オッケーオッケー、おい完璧な読み、ノリノリや。ほら、完璧な読み、ほら、くらい楽しくなってきた、いいぞ俺。いいね、いさあさあ取られんね。よし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 、まあまあまあ、ああ違う、別の意味の取られん、取られないっていうああスペシャルね。よしよし、ノリノリのイヤーさん、さあナイス、どうした来ました、ナイスどうした来ました。危ないやな、まあまあ、なんか今回のソロさんあんまりさ上げるってこんのよ。ワリオだからってのはあるんだろうけど、あと大会だから、ああ緊張するっていうのもあるのかもしれない。もう今ノリノリやからこっちは。おいおお、決まったな、終わったかと思ったわ、これマジで終わったかと思ったってことは終わっていないということですね。ナイステクブロ、これが練習の成果よ。練習的に全然ダメだったけどなマジでやっぱ本番は成功するんだよね、それはあるね。ドーパミン出るわ、うん、よしよし、あぶね、天才じゃん今、へぇ、これも天才だわ、全部天才、それダメだよ。オッケー、ラリーいいね、ついてる後ろ太く速すぎだろさあここのスペシャルは強いぞ。
うん、まあまあ、佐野さんの位置がね、からしてほいダメです、暗い、よし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 、デイジェクス的でいいのかね、いいね、イエーイ、あーなんだその泡、はい、暗い、デイジェクス、あーその泡やな、お礼かそうまあでも全然ゲージまだある、有利、さあこれどっちかに決めてくるな、ナイスナイスナイス、これだな、よっしゃい来た、なるほどね、もうテク風呂の方向を呼んでからの、ナイス、スブロ狙ってきたか、オッケー1ゲーム、しかも次サーブゲーやなこれ、うん、いいやん、まあ全然ね、ラリーするだけならワリオの方が有利だから、くれ、クソミ、何怖い、よし、こっちに動く、来た、飛びついた、普通にこっちだ、よーし、戦うわな、いいね、スペシャル、押し出してからのスペシャル、ゲージも次ナイスサーブも出る、十分はないね、うん、真ん中やった、うわ、これ無理だ、ちゃんと見ますね、いいねいいね、すごい、全然加速を使わずに全部の球を処理してるぞ、そう、これがマリオテニスだよやっぱり、気持ちいいな、いいね、そのトップボレー、あぶねー、まあまあまあ、よしさあ、ナイスナイスナイス、めきすんじゃねー、スペシャルかな、あーこらリボーだ言ってる、これって言ってる、今のは許さん、あー今のラリボか、放送緊張がよっしゲージがありませんね、ナイス、前爪、このガン読みでかい、来た、オッケー、全部見える、完全にゾーンに入ってる、イヤーさんがゾーンに入ってる、見える、おー来た、ダメだ何がダメだなんだ面白すぎるの、うわ、テクブロか、なるほどね、うん、よっしゃおー、勝ったかな、勝った、勝ちや、よっしゃ、ナイス、来た、オッケー、最後連勝のチャンス、来た、舞台は揃った、いやラブゲ天才じゃん、もうラブゲ、ラブゲなのこの試合で、うん、マジかよ、ピザ止まるな、わからんよ、これピザ食った効果で次の試合誰来ても動かす可能性あるよ、なるほどね、いやーさんがもうラブゲを決めて、それ言う、それはやばい、今までほら僕もあったけいさん来いって思ってて、ソロさん来いってイヤーさん思ってて、思い通りに行ってるってのは、思い通りに行くって大事やね、うん、これそうだね、スピーチ頑張れ、アツシさんが何出してくるかな、いやー、世界さん何出してくるんだろうね、なさそうや、アルイージはワンチャンあるね、全然、あー悪いじワンチャン、いやあのこっちが出すってわけじゃないよ、あ向こうが、うん、悪いじはな、結局チコ出してもきついからな、世界さんと悪いやったことないからな、パタパタパタ悪いじはどうなん、多分普通にパタパタきついだろうけど、まあ刺す一発は悪いけど、世界さんの力量にもよる、うーん、まあ確かにね、世界さん悪いじゃ結構普通の悪いじより後ろ目やからな、多分だね、うん、あ気が楽だ、気が楽ってこういうことか、そうもう全部終わってるからいやー世界さんマジで何出してくるんだろう、マジであのテクブロ取ったの偉すぎる、まあ、パタパタを警戒はしてくるとは思うんやけどな、そうパタパタ警戒するってやったら誰出すかだよな、悪い意地あたり出すんだ、ナイトコート、さあ頑張れスケッチ、頑張れ、誰が来るか、デビルウルフ、コメント欄におる、あののコメント欄にデビルウルフがいる、マジで、うん、うん、GG 言うてる、チコ、うわ見てもらったか、最高だ、ほんまや、チコ、チコ来た、チコ、あれチコ来ました、どうだ、いけるか、いやレシーブきついんだよな、あ、ほんとだ、
遅刻のレシーブ。なるほどなぁ。とりあえず頑張れ。遅刻か。ここで3連勝して。いや、ラグい。あかんやつや、マジで。あー今のは、やばいな。大きいよ、止まってるマジで。世界を止める。あー、めっちゃ止まる。クソ、ラグい。どっちもラグい。いやー、ラグいはきついね。あ、やばい。よし、でかい。見てから取れましたが。真ん中を警戒させた。見てから取れましたが、こだわるの面白いな。おーおお。よし、いや、でもこれはラグ申し訳ない、マジで。今ので申告もらうのが申し訳ない。いや、マジ申し訳ない。あー難しいなこれ。何なんだろうな。さっきの試合は全然なかったもん。確かに。本当ね。いいように言ったり悪いように言ったり。うわー危ねえ。おーおーいいぞ。あー危ね。回収。入る横手くドロップ。おらお。危ない。ドロップこれは刺さるね。あこっこいやマジか。どうなった。あ集中。あーそれはマジか。あーラグすぎだろこれ。すごいことになってるよ。 HP2 とかやばくなってそう。あ HP2 だった。なんか今外の気温あれだから電波障害がするのかね、気温って関係あるの。配線のやつでは一応あったりするって。ドロップ。よしよしが起きたか。よしあよしはこれはいいぞ。あー天才。天才。いやマジライブすぎて横テク入らんとか言う。ありえる。入力した瞬間にね、ラグで入力受け付けんっていうパターンあるからな。曲が入らなかったって、スカイさんにも踏まれてる。そうなの。そう。今、多分トップに対してのやつで入んなかった。いや、真ん中刺さらんか。あー。マジ？あー、それか。このレシーブ大事だからマジで。ドロップドロップ。おもうここ無限ドロップ。さあさあよし。おいい声聞こえますよ。ああなるほど。オッケーオッケーオッケー。ドロップ。ああなるほどね。そうマジここの3点を取れるかどうかやな今のは。もっとごめんなさい要素あるか。ああラグってこと。ネットラグネットか、ね、ラグ&ネット、まあ、ネットネット消失バグ早い。消失バグもうテニスでもなんでもない。超能力ボール打ち合戦。超能力ボール打ち合戦。ボール打ち合戦って何。ネットなくなったら。おるなぁ。あー取れない。それはもう稲妻イレブンじゃん。おう、ま、おこシャインって聞こえたからダメだったんだ。いやはん。これはゲージを大きく減らされる。いやーどっちも地獄だなこれ。早く両者ゲージを貯めたい。でもドロップ。うわ強い。おドロップを差し込んでいくね。ああいいタイミングよドロップ。よし いいね。よしよし来ました。これをああよしだ。よしですね。はい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 。ドロップ。
何ラグ申し訳ねえ。ネットが。まあね、ラグはお互いやからね。いいぞいいぞ。世界さん、ネットに対してめっちゃちょって言ってるのはダメだ。やっぱなくすべきだよこれ。ネットインはね、マジでね。1ゲーム取ったら。オッケー、いいぞ。よし、抜けたかな。ゲージもある、ゲージもある。次か。オッケー、ゲージがいっぱいあるからね。オッケー。このゲージ有量保ったまんま進んでいきたいとこ。おお、最強。やられたら切れるだろうけど、今のは最強だ。ちょっとまあラグを味方につけてるところもありますけども、確かにね、まあ、お互いやからね、それは。ドロップが。さあ、ゲージ返された。俺は取られるけど、金。おこ。まあ、間違いないな、マックスは。マックス、貯められて。ドロップ。まあ、でも、まだまだ。いいね。相手も赤いから。うん。お。うまいな、ドロップ、本当に。うまい。貯められたと思ったらすぐ使わせてるゲージ。スマッシュポイント、おら、うまみー、うまい。それは読まんかったな。読めんわそれは。よし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 、いいぞ。ゲージ効きついよ。しよし、聞こえるぞ。よしよし、聞こえるぞ。あー、よしだわ。よしよしよし、ゲージ有料だいぶ取ってる。めっちゃいい感じ。いや、マジラグ申し訳ないけどいいぞ。確かに、もう試合終わったという考えよう。もうこれはもう やりきるしかないから、もうこれは今日。オッケー、別日にできんからな、これは。よし、いいぞ。あ、オッケーオッケー。やっちゃう、もう。もうちょっとこれは、アツシさんブチギレかもしれない。オッケー、いいぞ。オッケーオッケー、強い。いける、よし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 、いいぞいいぞ。あ、違う、ポンツだ。いいぞ。そう、僕の応援でした、今のは。突然スキチがなんか手叩いて喜び始めた。早すぎるやろ、それにしたら。これいけるいけるいける、サーブよ。おち、よっしゃ、オッケー、よっしゃ、おめでとう。オッケーオッケー、いや全勝を狙うのはここだけやって言って取れたのでかいよ。でかいや、マジ、ね、な狙うならこっちやなって言ってちゃんとできたのはよかった。でも世界さんに勝利しないよかった。いや、采配が当たったな。今まで全部外してたもん。うん。ああ、そうか、これでなんか来るんだっけ。ボイちゃん、ね、そうね、買ったからボイちゃんに。といか、一応それはある、まあ、それはまあそうね。最後がどこだっけ、ヤドカリさんとレズさんか、めっちゃ普通に見物だな。パン君を倒すものが現れるのか。ヤドカリさんが今10点で、レズさんが、レズさんが何点だ、8かな。マジか、僕らが11やから11やね。もう試合終わって、これで世界さんには勝ったって。いやー、だから最後ヤドカリさんとレゾさんが試合をしないっていう選択をしてくれたら1位なんやけど、堂々の1位でもう終わりって感じで。え、インタビューが多分来るんだよ、そう、勝利者の来ると思うから。シカちゃんが今どんな感じになってるの。こんな状況で勝ってたから何も言えんねんけど。いや、しゃあないけどな、いつボイチャリになってくるのだろうか。完全にドッキリ状態なんだけど今。もしかしたら僕らだけスルーされるかもしれん。やめて。一回もインタビュー出した。勝ったじゃん。勝ったのに。え、でも。ああんあああ、これは。なんで。え、スルーされた。すごい。あ、インタビュー向かいますって来た。今日の晩ご飯は鍋ですって言おうとしたのに。え、インタビュー向かいますって言われてるよ。え、インタビュー向かいますって言われてるよ。ミュートした方がいい、これ。いや、しない方がいい。え、しなくていいっしょ。お邪魔して、あ、こんばんは。こんばんは。こんばんはって、僕はさっきやったけど、うん。やったね。はい。はい、ということで、
ボルクキングダムの対戦ルームです。ではチーム戦としても全勝ですね。おめでとうございます。いやー、よかったですね。よかったですね。よかったよかった。一人ずつちょっと軽くインタビュー聞いていきたいんですけども、では、先方イヤ選手から。え、俺先方じゃない。先方私です。違うわ、ごめん。先方ちゃうわ。じゃあ忘れないで。先方ポルクです。ポルク、ポルクさんリーダーだから後で。はい、じゃあ中堅のイヤさんから。中堅戦で、ラブゲームで制しましたイヤ選手から、じゃあインタビューお願いします。もうね、ヨネさんと1個前の試合でヨネさんとやってた時も完全に死んだ感じでやってたんですけど、はい、なんかこうやけになって2枚買ってきた分のピザ2枚とも全部食って、食ったの。あの間に。それでもう試合中とかもこのチームの人たちとか分かってると思うんですけど、超ノリノリの状態で、そう鏡みたいにやってました、うん。まあ、ニコ感じでテンション上げ上げだったけど、テンション上げ上げだった。完全にノリノリでしたね。ピザの力ってすげえな。勝てる。イヤさん、ピザとニンニクがあったら勝てるみたいな状態ですね。口臭そう。それで偏見が出てきた。まあ。ピザの悪口来たな。はい、ありがとうございます。じゃあ、最終戦見事勝利したスケ選手からも一言お願いします。いやー、みんな周りがピザ食べてて、悲しい気持ちになったんですけど。鍋食べた人。勝ててよかったですね。よかったですね。鍋は何鍋食べたんですか？なんかトマトのやつ。美味しそう。いいな。いいじゃん。トマトね。ジスピザ。トマト使ってるから。ほんまや。ジスピザあるかもしれない。それ言ってくれたら全員トマト系食ったっていうことでまとめれたのに、なんか丸とか丸とかになってみたい。丸でっつって。丸く収まりましたね。軽く収まったね。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後ポルクさん一言お願いします。一言、はい、じゃなくてもいいよ。今回初めて相手のキャラ順を完璧に読み通りにいけたんで、はい、別に読み当たる当たらんとかそんな関係あるかなって思ってたんですけど、当たった時のなんかこの気の持ちようが全然違うなって思いましたね。なるほど。そう、当たったらよし来たって感じでいけるんで、うん、想定外のものに対応せんで進むっていうのがだいぶ心の余裕がありましたね今回は。そうですね、想定外のものが出てくるとなかなかパニックになっちゃう。そう、ちょうど一戦前のヤドカリさんポリーン来た時にそうですね、同じようなあたふたしてたんで同じこと多分ヤドカリさんも思ってると思うけど。あ、そうなんかな。ヤドカリさん僕がクッパ出す読みのポリーンかと思ったんやけど、なかなか難しいですね。そうなんすかね。まさかクッパが出るとはっていう感じだと思うんですけどね。まあ、昨日ちょっとこんな長く喋っていいか分からんけど、昨日トナメで僕あったけいさんにポリーンで僕クッパで潜ってたら当たってボッコボコにやられたんで、もうポリーンクッパはクッパダメやって思ってたところにあれやったんで、もう僕は死んだみたいな感じやったんですよ。キャラ見た時はワンワンで、前回の、まあ、タイガ君戦マジックティタイガーさんはいはいはい攻めでアタケイさん勝利しているところでワンワン出してきたっていうところも、あ、それは理由何かあるんでしょうか。まあ、確かにそう、前回タイガ君がアタケイさんにやられてるっていうのがちょっと不安要素ではあったんですけど、はい、そう、今日ね、昼朝かな、まあ、11時ぐらい、朝の昼のぐらいにスケちゃんとフレマをやってて、僕あったけいさんを倒したんやけどなんかキャラが何出したらいいかわからんからフレマしようって言ってスケちゃんにポリン使ってもらってやってたんですけど、その時にそう、僕が考えたあったけいさん対策でワルイージ、ディディ、骨クッパって考えて全部スケちゃんに負けてワンワンだけ勝てたんで、あ、ワンワンやってなったんですよね。そう、なるほど、事前対策があってよかったですね。なかったら悪い字出してボコボコにやられてました多分。ではもうこれはチームでの協力を得てでの勝利ということで、はい、7点もう大得点、うん、いや7点取れたのはだいぶでかい。でかいですね。いや、よかった、よかった、よかった。2-2と来てたからね。そうですね、うん、じゃあこれはおめでとうございます。最後の試合でだいぶ
点数のあれが変わるので、そうですね、最後はちょっと見守っていただければと思います、はい、ではありがとうございます、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、では戻ります、はい、超長くて笑ったなそんなもんだったら、ボロボロ長すぎだろういや喋り出したら止まらんくなるっていう佐賀がありそうだね、なんか配信者と誰どことどこだ、ヤドカリさんとレゾさん、ヤドカリレゾですね、うん、初手ヨネさん来るかな、どうだろう、ヤネさんは来ねえな、安心してみるな、終わったから全部、はい、最後勝てたのがもういいわ、てか大将じゃないのね、前ずっと大将言ってたの、うん、そうね、パンさんが初めに出てくるっていうのはなんか考えがあって、あ、ホエちゃんなんや、んで、うん、ピーチかでもホエピコ、あれホエピーチって使えてるよね、ただピーチで悪い字っていうのがいいのかどうかわからんからな、もうてかパンマニアさんにどう、まあ、パタパタよりは安定しそうな感じはするけどね、さあ、あれがおー、こくりあ、ストレートでその場に残らせるのうまいな、でも意外と飛びつかせてるのすごいな、あーでもゲージが有利よ、飛ぶよ、え、これパンさんに買ったらすごいけどな、熱いぞ、うん、あー、うまっ、いいドロップ、いいドロップ、あ、あー、まあまあまあ、いいロブ、頑張れ頑張れ、ドロップ、うわー、うめ、いやでもゲージ有利を常に取ってる、いや、これすごい、いや、うまいね、なかなか、これがダブルスゼかあれ、ホエちゃんダブルスゼ、ダブルスゼ、ダブルスゼ、ダブルス、いや、だからダブルスゼ、なんかすぐあれに反応する印象あんないけど、いや、すごい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 、ピーチでいけるか、いや、すごいな、いや、これちょっと見てる側としては面白いから、うん、370してほしいな、うん、レッサイズだな、いや、そうじゃないけど、ほらヤドカリさんが7点、合計点7って感じで見てる側としてはすごい、いやー、嘘でしょ、何これ、まさかのホエちゃんがパンマニオ、すげえ、ピーチでそんないけるんだ、うわー、ねえ、スライスで飛びついてるもんね、スライス外膨らみだからか、すごい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 、こんなピーチで悪い位置にゲージ有利取り続ける、頭やばい、あ、割れない、さすがに、まあまあまあ、ここで打つかな、多分トン、トン、何今のフェイント、やばな、え、何今の、なんだ今の、あ、新しい技、うわー、すごい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 、やば、めっちゃでかい声出してもてる、すぎでしょ、何これ、すごいぞこれ、わんのか、ええ、いい、やばくないこれ、マジでラブゲマジ、流れ、いや流れ掴んだら強いからな、みんなこの流れを変えるのは結構大変よ、あまりも結構来てるだな、あ、まあまあ、やっぱピーチ、いや、スペシャル打たせそう、まあまあ、使い方によってはやっぱ悪い字に勝てるんか、ピーチマジで無理やと思ってないもんな、ピーチもあんまないし、そう、今理論的に、理論的にいけても、そんな理論的に使える人はいないみたいなイメージだったけどね、フレちゃんやべえな、あー、そこでテクニカル使わせるの最下、悪いでにこんなテクニックを使わせるのやばい、あー取るな、まあ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 、しゃあないしゃあない、すごい、すごい、外側に横でくるさあ、こっからパンさんがどうしてくるかやな、うん、対応してくるタイミング、好きな感じはあるよね、うん、この辺からよ、次の点どっちが取るかって感じで、うん、おー、こける、あー、だからそれがうまいんすだ、そう、
ストレートトップでさ、その場所から動かせない、動かさせないよ。いや、ちゃんとスペシャル打つの偉すぎる。割り切りが端っこに追いやったまんまでってこと。それで反対に角度つけやつ、うん、なるほどね。さすがに無理か。俺はさすがにきついか。いや、タイブレ勝負になるかな。ありそうだな、これ。何さ、それは。狙い打ちサーブ。パンさん、大会で使われたの初めて見たんや。いや、マキロンさんがやってたやん。やめたれ。いや、もうマキロンさんの印象が強すぎて。あれはまあ、決勝点で。これいいよな。面白いな。面白い。すごい。急にマキロンさんの名前出したと思ったらこんな話題で申し訳ないな。残されてし、俺の名前出てんだけどみたいな。これ怒られる。ああ、振り付くか。恥ずかしいエピソードばっかりされるマキロンさん。切れるぞ。ああ、これはゲーム取った。あ、ちゃうわ。うま。うん。もうタイブレ入っとんか。入ってる入ってる。いやあ、でもゲージゲームが。マキロンさんのことばっか考えてた今。いやー、横テクさせるの強すぎじゃない？マジで。ほい。あ、それは飛びつくよね。おお、飛びついた。意外とフラットも使ってないしな。フラットボレー。いやー、飛びつかせ方が。串玉か何なのか全く見たことない。あ、そうなん？え、俺パンマニアさんのやつ見たことない。そうなんや。さすがに。僕は結構されてたけどな。マジ？うん。ん？何？え？あれ狙い撃ちサーブ。そう。パンさんに。一度も見たことないんだけど。僕は何回も見たことある。あ。あの、人によってなんか変えてるんかな。なんかデビルウルフが狙い撃ちサーブが効くからみたいな。デビルウルフ。デビルウルフともう一人海外勢が。ほんまや。ちょっと。なんて言ってるかな。2期、2期。世界さん。世界さんが絶対呼んできたい。サムはノーウォーリーズ。サムキャンノーウォーリーズ。ちょっと意味わからへん。調べるか。わからん。I wonder if anyone can understand me。意味は Google 翻訳使わない。私のこと知ってるのみたいな感じかな。やば。これは。ああ、なるほどね。ああ、ほんとだ。サムキャンノーウォーリーズって何？心配いらない。ってこと？ Google 翻訳するか。今やってるわ。してる。分解。さあ、ホエちゃん1点返す。この抜けたのだいぶでかいな。マジうまいな。うまい、ログ。心配できない人もいますとかいうクソみたいな反応だけど。何これ？ Google 終わってた。多分だから、ちゃんとした文法じゃないんやろな。ネットスラングってわけじゃないけど、ちょっと砕いたやつな。なんか日本語みたいな感じなんかな。そう。あるんだろ。そんな正しい文法で喋らんやん、普通は。ああ、方言ってこと？方言。方言とはちょい違う。いやもう砕かれた瞬間意味わからへんくなるからな、僕らは。頑張れ！ああこれはパンさんか？きついね。終わんの早くね、俺まだ全然、あ、終わった。いや、もうこれ取れないでしょ。あー、厳しい。いやー、でも、すごい。ここで、どうなった？まだピーチで可能性を感じたな。悪い字にピーチっていうタクは、もう前の時代のものやと思ってたわ。そうやね。悪い字に悪いを使いませんか？いいですよ、結構。いや、イヤーさんだけよ、そんなことできんの。だって、結構、ラリーは続くよ、多分。ラリーは。いや僕はワンワンでさらに、ワンワンでさらに、上を行くしか僕には残されてない。マジか。まあ、レゾさんが大将を張るってことがあるのかどうか。俺行くぜみたいな感じじゃないのでさ、今。絶対そういう人じゃない。俺が最後僕先行くんで大将頑張ってくださいみたいな感じじゃない？あるな。あれ、あ、びっくりした。実際のレゾさんはそれっぽい。唯一じゃない？
確かに大将で、大将でじゃないわ、リーダーで大将張ってないの今のところ。レゾさん、ここでレゾさんが見せてくれるか。いや、レゾさん大将来てほしいな、来てほしいな。リーダーの風格を見せてくれるのかどうか。ここ大河くんじゃないでも次。マジ？ハード大河くん。いや、大河くん来てほしいけどな。なんか。でも全然どっちでもあるから。レドさん的には大将戦を取りたいんか？だから大将戦勝った方の勝ちよってことでしょ？そうだね。だからもう大将、あ、大河くんや。あれ？嘘。ヤドカリ大河。ね、三対レドさん。え、あの大将な。ああ、そうなりますな。でで2人、何マジカルキッチン対誰だよ。タイガーが入ってないやん、名前が。あの誰ですかこれ。別の人入ってきちゃったかもしれないな。名前で遊ぶな。あれか、マジカルキッチン略してマジキチってことか。なるほどね。いや僕、いや大将に入参してよかったわ。タイガくんはワンワンやろうから、ヤドさん、え、でもポリンなんかな、もしかしたら。僕がワンワン読みでポリン出してるんやとしたら、タイガくんにもポリンでいくよな。あ、始まる。おお、ノコノコか。ノコワンワン本キャラ対決。安牌できたね。いや、ノコノコワンワンってどうなんだろう。ノコノコきそうに見えるけどね。いやー、ノコノコワンワンは正直五分やと思う。あ、マジか。ちょっとやばい、もうキャラ相性というか、もう、うちも攻撃が高い。ヤドカリノコノコとタイガワンワンやったら五分やと思う。あー、ノコノコが飛んじゃう。いや、パワータイプの先行サーブ強すぎだろ、これ。これは強い。強いな。やばすぎ。この流れやったら完全にワンワンやけどね。いやでもゲージ、あー、ずらい、回収、うおー。でもここスペシャル打ったから、まあね、ヤドカリさんにもしかしたら、おーおー、入んねや今の。まあ次、あー、飛びつくよそれ。いやでもこれ完璧に流れ変わったんじゃない。変わった。いや、こういうことなんすよ。おー、うまい。あー、これは全然まだあれだ。そう、ゲージを取ってしまえば五分なんよ。うまい。そうなん、これがきついのよね。これがきついんよね。フォアハンドに引かし狙うの強すぎる。こうワンワンみたいな足遅いキャラはな、そういう精密でコチョコチョやられるとめっちゃきついんよ。ワンワン、あのリーチありすぎて精密しても捉えるっていう悲しい事実がある。まあ、だから普通の立ち位置の時やったらそうなんやけど、ああなんか横に飛びついた後がやばい。まあ、でもこれ大学のサーブゲームやからね。次からこっち取ってもヤドカリさんが、うん、なんだそれ、取り返す可能性が、ね、あ、ちょっとスピード落ちたな。うん、むしろアングルに取ってきたし、おかげで。さあ、また分からなくなってきたよ。おいしい。取るか今の、えらいな、大学。あ、今の星に反応して加速使ってたら、うまい、ドロップ。ああ、デュースさあ、デュース天の取る。さあ、その前ですわ。あれ完璧にファイアタックに、まあ、うわうまいや。いやー、でもここ、まあ、ここスペシャル打ったら、まあ、また五分じゃない。あー、星が、あー、そうか、まあこいつじゃなくてゲージがな。あ、全部取る。スライスラリーしすぎだろ。早すぎるのこの子があるわ。あ、後ろ手札。いや、まあでもね、それに対応できるワンワンのリーチなんやな、これ。おう、まい。あー、やってるわ。あ、ここで巻いてく。いや、きついゲーム。これは届かんか。タイガくんのテクネ、これマジでうまいんだよね。なんだ、あの、マジでわけわからん、うん、ちょっとね、わからんよな、マジで。始まった。ずるいだろ、あれマジで。うわ、すごい、そんなに連続で。
ゲージ貯めて、そんな、そらきつくなるわ。あー、こっちも、お返しと言わんばかりの、前テクが。あうわすごい吹っ飛んだ。うわ、すげえ。溜まってる状態で。はいはいはい。いや、ゲージ量が、タイガ君有利なのがでかいな、これ。ナイスサーブが。あ、まあまあ。いや、しゃあないな。出せる。さあ、こっからよ。ラケットはあるからね。こっからよ、ヤドカリさんは。あうわ割ったか。あそれは、のこのこ超きつそうだな。うん、いや、ゲージが欲しいなヤドカリさん側は。え、でも、レゾさん側が参照してくれた方が僕らは2位になれるから。まあね、2倍的には。え、そうだよ。あの状況から2位って相当すごくない？すごい。まあね、今回の3連勝がでかすぎる。うん。いやぁ。全敗が1回もなかったのは、なかなかいいことよ。ギリギリ踏みとどまってたから。いやぁ、さんとポルポルがマジ神だった。よかったよな。なんレゾさんがまあ、1試合目というか。一番最初のあれがやばかったから、うん、いやそう、レゾピーチに勝ったから、レゾピーチ手震えてたの、あれも、まあそれもあるけどそれもあるけど、あぶね、あーゲージがもう苦しい、あっ終わったか、これは、いやあー、いや完全にもうゲージを掌握してるな、うまっ、いや無理だな、続く？続いてる。いやあやばい。頑張れ頑張れ、いけるいける、まだいける。お、うまい。すごいすごいすごい。すげえラリーしてる。いやこれは生き延びんじゃない？この子が食らいついてるわ。あ、いやと。いやこれはきつい。抜けた。いや抜けたー。強い。マジカルキッチン大会勝ってしまった。すべてがレゾさんに来た。順位決めがレゾさんたちにかかった。レゾ用に。ほんまや。レゾさんとヨネさんか。レゾヨネさん。いや、どうやろうな。いや、わからん。あんまりレゾヨネの試合見たことないな。いや、ヨネさんは誰でもきついからな、正直。そうだ。レゾさんが何出すかで。みんなきついって言うんじゃない？レゾさんちゃうわ。ヨネさんは。ああ、まあね。うん。ヨッシー出すんじゃないもんな。ヨネさんの何がきついかってね。とにかく早いんよ。動きが。試合展開とか、もうボレー、ボレーボレーやから。で、その早い中に、弱だとか、混ぜてくるやろ。だからもう、いやらしい。いっぱいいっぱいなのね、マジで。ワンチャンレゾさん、骨クッパ出さないから。出さないやろ。いや、レゾさんがそんなデカキャラ使うとは思わない。多分、使えるかキャラ、使えないキャラのところに低ランクにいそう。うん。レゾキャラクッパ、みたいな。それレゾさんの真似ない今のちょっとやばい声やったけどさあキャラどうなの、いやさすがに、いやまあキノピコヨシーなんじゃない、さあ開始のボタンを押した、えん、あおっとレゾさんがチコ、ディディか、ディディだ、なるほどな、マジか、なるほどなるほど、いやそうかそうか、チコの球にディディの足が足りるかどうか、飛びつきはまだ、そうディディは飛びついても崩れないっていう面があるから。ナイスボディ、ない。うまい。うん、うま。いいとこ飛ぶ。はいはいはい。まあね、ボレーヤ同士の1点目はまあこんなもんよ。一瞬で決まる。うん。ボラリーぐらいで。スルスル決まるからな、マジで。あ、グッドだね。ナイスとかやって。ナイスサーブが出ない。あ、まあそこは、あ、取れる。これピキレ、ピキレない。ダメなんだ。ナイトコート。後ろ行ってたら思っちゃう。ピキレないと。なるほどね、え会話がストップする。スケちゃんのせいや。いやいや、ああ、早っ。会話しない。いや、これは強いぞ。ゲージが溜まってる、レゾさん。レゾさんがこのピンクのディディ強いな。うわ。ピコの球に取ってるのすごすぎる、普通に。下がらねえで前行って取るんだもん。そう、その膨らむさ、横に膨らむ、うん、そう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 。あ、まあまあまあこれぐらいなら耐えた、傾斜耐えてる、取るの偉いなんだこのタレ、いや、あー弱だ、もう全部見る、飛びつかせたい、いや強い強い強い、取るのやばすぎるだろ、あれネドさん完璧にいい流れ、
ヒールぐらいあれば猿取るからなんですか。こうやって飛びて粘っとけばいいみたいな。うまい狙い撃ち。合ってるな。まあでもゲージは並んでるからまだ。あっちサーブだけど、それでも。あ、こっちだ。そっか、まだゲームポイントな。もうレドさん側のことをこっちって言ってるから。こっちよ。もう分かってくれんと。こっち側の人間になってしまった。おー取ったぞ。来た。さあ、レドさんがレシーブゲームで取れるか。いける、きっといける、これは。まあ、この内容やったら、あんまサーブでのゲージとか関係なさそうだけどな、あんまり。まあ、とりあえず、ここでナイスサーブで。レシーブの動きによるけどね。後ろの下がり方がうめえよな。対ボレーマン、最終兵器、サル。うまい、あー、すかしが効かない。おお、今日のレドさんはかなり強い。なるほど、これはあった計算が。緊張してるかけらを一切見せてないからね、今。うん。動きに迷いがなさすぎてやばい。緊張の片鱗を感じさせない。おお。あ、珍しい。わあ、抜けた。ヨッシーだったら入ってたな。でも、おお、飛び抜いてるなって。え、いやリーチ長いな、サル。この前テクは強い。あれ抜けた。おっと、どっか行った。タイブレー。いやー、レドさん勝ってくれ。でもタイブレーのレドさん強いからな、なんか。いけるいける。まあね。急に覚醒しやすから。そう。ゲージはマックスや。もう見てるこっちが目疲れてきたんやけど。大丈夫か。いい位置。うわー、決まった。いいです、怖いです。1点目やね、まだタイブレの疲れたもう。長すぎる、なんでか。あー、まあ、うわー、決まった。うーん、おー、あー、まあ、いいロブ。うわー、抜けた。入らなかった。いやー、抜けた。抜けたか。マジか、抜けたー。ゲージ量が変わらんね、なかなか。いやー、でもこれきつくなってきたと思ったけど。そう、変わらんというか、スターショットが連動はしてるんやけど。210何これ。元に戻るんやな。ナイト、ディリキャサ、キャサじゃないわ。ナイト、ディリピコで210ラリー。ああ、帰ってきたぞ。いや、こんなことやってたら僕絶対スペシャル打つわ。もうしんどい。つけて。休憩。絶対打たないって言ったからもう。休憩代わりに打ちたくなるけどな。いや、まだ2-3だもんな。300ラリー行きました。これがデキのレゾルバか。どこがテニスなんだこれ。ああ、決まったか。決まったか。やっと決まった。やばい、4-2。厳しいな。さん頑張れ。頼むよ。硬すぎるんだもん、お互い。うわあれ、うまいロブ。おこれは入らない？これでもう。ついに1点取ったレオさん。しんど。見てるこっちもしんどい。おお、なんか飛びついた。それは見逃す。諦めた。来た。ワンチャンある、ワンチャン。まだある、まだある。全然ある。落とせんから。うん。守りに。わあ、やばい。やめてくれ。頑張れ。さあ、頑張れ。怖い。すかしてこんかったな、今のは。ちょっとゲージの使い方が荒っぽくなってきた。やっぱね、マッチ握られたそうなるんよな。強気なプレイができなくなるっていう。うん。危ない。危ない。今のは絶対テク入れてたな。ああ、危ない。おお。これは取れる。いいブロック。飛びつかない？ちゃんと取って。ああ、すかそうとしてたな。偉い。ちゃんと見とんね。マッチポイントのすかし怖い。おお、よく見た。ネット。よく見た。おい、ネット、おい。お、まだある、まだある。回して、飛びつかせて。来た。さあ、ここは、うまい。抜けた。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。激アツよ。
頑張れ。まだあと1点頼む。取ってくれ。もう1点取れ。いいぞ。飛びつかして。トスクスライスでスマッシュ。よし。ナイス。いいぞいいぞいいぞ。ナイス。かっこいいなこれは。ゲージもある。いやさすがレドさん。いやかっこよすぎだろ、はい、あのマッチポイントからの、うん、あっいやいや今のあかんのか、ディディが左に行きすぎたか、まだあるある大丈夫大丈夫頼むぞ、さあエドさん頑張れ、いけスマッシュはもう危ない、狙わせんと、おいいぞいいぞ分かってるね、さあこれをどう返すか、トップか、トップ、あーピキられる、ずるい、飛びつく、危ない、怖い、危ない、怖い、今の 高さのせいでワンチャンディディ飛びついたぞ、危ないマジで怖すぎ、スカシキソ危ない、うまいうまい、危ない、うまい、クソダクジャッキリ、レゾさんがもうめちゃくちゃ攻めてる、行ってくれ頼む、あもうテクニカルが怖い、いいね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 、いる、うわ待ってる、あー、ロブうまいな、このロブはいい、刺さりますな、刺さり、いや相手はもう SP で決めていい状況、前連れてる、そうね、やばい、そうなのよね、あのマッチやからな、やったけど、やばいぞ、やべーゲージが減ってきた、あーっと、これは命の狙い撃ち、狙い撃ち、あーっと、おしまいだ。くそー。もうおしべだ。はいかー。いやー。暑かったな最後。いやー。自分らの順位がかかってるからかなり入れ込んで見てもかな。いやー何分試合したこれ。何分ぐらいの。あとは任せろって言ってる。30分ぐらい。そんなやってんの、ああほんまや、30分やってる、マジ、おかしいわ、いやよ、バカじゃないの、何やってんの、あんな速さでラリーして30分って俺いや何やってんのよ、あー首が痛い、おかしいやろいや3位か、3位か、頑張ったな、でも頑張ったよ、食べ物ポイントとか入らへんかな、え確かにピザ3つ揃ってるんで、団結してあの一緒のやつ晩飯団結ポイントダメやろ、もう5点ぐらいくれへんかな、各じゃあ団飯団結ポイントくれないですかね、